本日はですね、快速アクティ熱海行きに乗ってきたということで、まあ熱海まで行かないんですけどね、快速アクティに乗ってきたということで紹介したいと思います。上野まではですね、この上野東京に快速アクティとか言いましたけど、もう発車しちゃう。8番線から各駅特急列車と9号の発車です。閉まるドアにご注意ください。山初期、山車がですね、海を入る8番線特急列車発車いたします。黄色い線、渋谷まで行きます。
東京は10番線に着きます。出口は右側です。この電車は東京から東海道線に入ります。東海道線内快速が旅行となります。Thank you.
にご注意ください。ドアが閉まります。閉まります。This is the Tokai Don Line Rapid Service acting for Atami. Green cards are card number 4 and number 5. A green card ticket is required in the green car. The next station is Kawasaki, JT4. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone.お待ちください。お知らせのところで遅れまして申し訳ございません。地域のため、検査センク運転を見合わせしております。お知らせの確認取れますまで、もうしばらくお待ちください。
以上もこの先の踏切内人が立ち入っているため安全の確認を行っております。発車までしばらくお待ちください。穴の確認取れましたので、まもなく運転再開いたします。それもこの先の踏み切れない人が立ち入っているため安全の確認を行っておりました。約10分遅れで発車しております。お忙しいところに遅れまして申し訳ございません。川崎、辻堂、大磯、二宮、鴨宮、通過いたします。停車駅にご注意ください。列車前から1号車、2号車、3号車の順に短い重量編成で終点熱海まで参ります。中ほどの4号車と5号車など詳しい量を認証です。電車では適宜の場合でも運転が必要です。車内のお買い求めの場合は車内料金となりますのでご了承ください。次は川崎に停まります。お出口は右側です。京浜東北線と南部線がお乗り換えです。 The next station is 川崎 JT4. The doors on the right side will openPlease change here for the KT Chocolate Line and the number line. The next station is Yokohama JT5. There are 5 seats in both cars. Please offer your seats to those who may need it.
次の方にも、これから客様、この手続けと客様、この後の電車までお待ちください。また、この先途中平塚駅に全線行の普通列車をどまで帰国せずなく待ち合わせはございません。それから続けてもう一度二宮、鴨宮を出た客様、この後続けてまいりますが、普通列車を見行きまでお待ちください。 電車とホームの間が空いているところがあるので、足元に注意してください。
色がこれなんだ。余計だ。The next station is Ohuna JT7. The doors on the left side will open. Please change here for the Yokosuka Line, the Negishi Line, and the Shonan Monorail Line. Please watch your step when you leave the train. The stop after Ohuna will be Fujisawa.列車熱海行きまでお待ちください。
The next station is Shigasaki, JT10. Thank you.
次は神戸です。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。 The next station is Kōzu JT14. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone.
めちゃくちゃでかい警笛の朝で、
それは別に置いときましょう。悪いことしてなければね、特に何の感じることも考えることもないです。で、これね、ここサクッとこう一段こうへこんでるんですけど、これ客車ホームなのかな。ここは開けたんだろうね。でも、頭につきましたね。快速アクティブ高速は明確だと思います。日中時間帯はね、快速アクティブは宇都宮線から、上野東京電管で宇都宮線に入ってくる感じで、高崎線までやるんです。特別快速運転するんですが、こちら宇都宮線の方はね、特別快速運転、まあ、快速運転、まあ、宇都宮線で東海道線内だけではね、快速運転するってことで、ね、宇都宮線内でも快速すればいいと思いますけど、あそこに見えるの小田原城、小田原城、うん、国宝にはなってないですよね。あれ鉄筋コンクリートめっちゃうちのやつなんで多分なってないですよ。まあ、というわけでご視聴ありがとうございました。はい、小田原城なんとお題を置いたら、休日を出かけますので、利用範囲ここまでなんですね。あとにも行けないんですよ。なんで、お題はで、さよならです。はい。ではね、今度はまあ、特別対策なんかやりたいなと思うんですが、毎日撮影できることやらわかりません。まあ、そういうことはよろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。